こんにちは、渡辺光香さん。今回はですね、例の朝のライブ放送をご覧いただいたということで本当にありがとうございます。まあ、どなたがライブ放送をご覧になっているのかっていうのはね、コメントが入らない限りなかなか推察するのが難しいんですけども、コメントを入れてくださる人数よりもやっぱりね、視聴者数の方が多いわけでして、それからまたあれが YouTube にね、切り替えられてアップロードされた時に、まあ、さらに多くの方が見てらっしゃって、まあ、あのシリーズはね、再生数、まあ、数十から100前後までであるにもとどまらず、毎回同じような再生回数を重ねているということは、同じような方がご覧になってるんだろうなと思うんですよね。で、これね、私もね、本当に思うところがいっぱいあって、私はたまたま、こういう暮らしになりましたけども、でもね、やっぱり可能性がないとは言いませんけども、基本的にはこう、まあ、ほぼ不可能に近いんだろうなと思ってるんですよ。確率的に非常に低い。この40から20代の女性に、まあ、恋愛をしてですね。そしてそれが結婚や出産になっていくっていうところは、ただ単に I love you だけでは済まないことが多すぎてですね。で、私もこの女性のために自分の人生を変えていかないとなって思うのと同時にですね、やっぱりね、まあ、年の差恋愛っていう言葉があるぐらい、本当にこう残酷なほど時間とか年齢ってのは男女とも、特に女性に対して、まあ、冷酷で残酷なものだなというふうに思うんですよね。まあ、年の差恋愛って言葉からして何かね、男性からすると、まあ、年齢を重ねてもまだチャンスがあるっていうふうな勘違いをさせるんですけども、あくまでね、年齢に応じた人格と資産形成、人生設計、こういったものが備わってなんだろうなと思うんですよ。さすがにノープランの40代50代に飛び込んでくれるような、そんなね、奇特な女性はあんまりいないと思うんですよね。いや、仮に熱い気持ちだけで恋愛が始まっても、でも生活を始めていこうと思った時に、現実ってものはやっぱりね、考えると思うんですよ。その時に男性がノープランであったりね、なんとかなるさっていうことでは途端にあざめちゃうと思うんですよね。私もね、ずっと自分の人生をそんなに真剣に生きてこなかったかもしれません。だから40までね、大した暮らしが送れなかったかもしれません。刹那的でね、その日暮らし、本当にその日暮らしでした。40になって今の奥さんと出会って、まあ、ぶっちゃけ奥さんの方からアプローチをかけてくれたんですよ。でも私には、本気でこの人を恋愛していいのかなとかね、そこまでの自分に責任が持てるかなと思った時に、とりあえず資金の問題は何とか解決しておかないとなと思ったんですよね。まあ、それでネットビジネスという世界に入って、同時にチャンスというチャンスにむさぼりつくように、まあ、プレセールにも参加してってことだったんですよね。まあ、ですんで、特に今の奥さんが私にね、ああなってください、こうなってくださいって言ったってことじゃないんです。でも私は、この女性を恋愛するに至ってですね。で、結婚や家庭ってものを考えたときに、それに見合うだけの腹をくれてるかなっていうふうに、すぐに思ったんですよね。まあ、当然、そこには、まあ、他の女性関係がないことはもう当たり前なんですけども、まあ、麻雀店っていうね、当時の環境、これを一刻も早くやめなければ、悪すぎる環境と労働体系、それから健康状態も悪くなりますし、まあ、なんせやっぱりね、私にはちょっとね、毎月100万以上の借金っていうものが、その女性との出会いに至るにあたってね、ものすごく申し訳ない気持ちになりましたね。これから私と共に、その女性、今の奥さんね、奥さんが同じ時間を過ごしていこうとした時に、彼女にも私の借金をね、意識させないといけないっていうところ、これはね、まあ、男としては本当に恥ずかしいことだったですね。逆にですね、大きな資産があって俺に任しとけと言えるぐらいの男らしさっていうんですか、そういうのが私にはいるなと思ったんで、本当にね、アフィリエイトをマスターするために、歩んでいきましたね。で、恋愛を育む
3年4年の間に私はアフィリエイトで大きくあえて言いますけども成功を収めてですね、3年間で1億円以上の利益を手に入れたんですよね。もう借金も当然なくなりましたし、その3年の間に麻雀店を閉店することもできました。2年間ぐらいかかったんですよ。社員さんにもいろんなねアフターケアが行ったんで、それから不動産契約の件とか細々としたこととかありましてね、まあ、2年間店を閉めるのにかかりまして、で備品も売却なり焼却なりしなくちゃいけなかったんで、それにも結構手間かかりまして、最後はあまりにもお金がなかったんで自分一人で壁紙を剥がしたりとかね、電源をばらしたりとかってしましたね、まあ、そんな日々でした。まあ当時から YouTube を始めていたんで、閉店の模様は1日ごとに私も動画でアップロードしていたんですけども、懐かしいですそれが。で何にせよね、金がなくちゃ恋愛する資格はないぐらいに私は思ったんですけども、まあ、そこまでギスギスに思わなくてもいいんですけども、やっぱりねお金を持っていることの責任っていうのも40代はあるんじゃないかなと私は思うんですよ。そして時間ですね、自分が40歳になってしまったっていうその責任もありますしね、20代の女性にこれ以上年齢を重ねさせてはいけないっていう相手方への責任がありました。だからね、ちんたらやってられなかったんで、私は2週間、それでもね2週間で、まあ自分の気持ちをねお伝えしてですね、まあ彼女はまあ昨日聞いたんですけども、私の第一印象が良かったって言ってたらしいんですよ。2つぐらい理由があって、1つは見た目にすごくねおしゃれなカシミヤのコートに、パリッとした黒っぽいスーツを着ていて、とにかくかっこいいなこの人って思ってくれたらしいんですよ。当時私はキャバクラ通いで同伴の格好だったんでね、それなりに、毎日いい格好してたんだと思います、ですからそれが功を奏してですね、そういう風に見られた第一印象がとってもよくって、あ、うちの会社のオーナーなんだって、この人といつか話すことがあるかもなぐらいの意識を持ってたらしいんですよ。で2つ目の事情なんですけども、彼女がねちょっと手違いでお店に出勤することがあって、でお店の鍵が開いてなかったんですよね。でそれを察した私は、彼女が店に到着する前に店の鍵を開けに行ってですね、で彼女がたっと入ってきた時に、今日ね休みだったのに来てくれてごめんねと、まあ、間違いだったと思うんだけども、これからまあ帰るのもなんだから、お店のね経営方針とどういうふうにね働いてほしいか、従業員さんと関わってほしいかをちょっと真面目に話すんで1時間ぐらいいいですかっていうふうにお話して、そこでね、私の会社の経営方針とかお話したんですよ。まさに私のそれは人格だったんですよね。自分が作った会社の経営方針は私の人生の人格経営方針だったわけなんですよ。でそれに痛く感動してくれてですね、あ、考え方も素敵だわっていうふうに思ってくれて、この2発で彼女はもう私に、まあ、恋をしたということだったらしいです。それからというものも態度もすごくねあからさまで、すごくプッシュしてきたんですよね。というのが、私がお店に行く日っていうのが週に 2,3 回あるんですけども、その日に漏れなくお店にやってきて店の手伝いをしている姿を私に見せるんですよ。で店長に聞いたら、あれ、あの子今日出勤なのって言ったら、いや出勤じゃないんですけども、手伝いたい勉強したいって言って、時給も取らずに働いてるんですよみたいなことを言ってですね、彼女はそういう意識もすごかったなと思いました。でそれでわっと思ったんですよ。あ、この子は多分私がイエスと言えば恋愛が始まってしまうなと。本来だったらこの年の差だし、私の状況ですから断らないといけないと、君に、愛情に応えることはできないんでごめんねって言わなければならないと思ったんですけども、私にもちょっとねスケペイ心がありまして、それはこの女の子に私の会社を辞めてもらっては困るという人為的なね、人事的な問題、もう一つはもう一回本気で恋愛したらどうなるだろうかっていう自分に対する欲望だったんですよ。ですんで私は思いましたね、とりあえずこのお店がすぐなくなることはないだろうけども、でも近い将来麻雀店は閉店してですね、タバコにまみれた環境から離れないといけないし、もうとてもじゃないけども1日に16時間の労働を強いるようなね、こんな社員にもオーナーにも悪いような環境は手放さないといけないと、麻雀はあくまでもレジャーでやるものだなっていうふうに考えたんですよ。でそして店を閉店するのにもちょっと時間がかかったんですけども、閉店してですね、それから私はそれから3年間5年間もう稼ぎ一辺倒で進めてきました。そうすると不思議なことに、私がやることを決めたらですね、まあ、女性も離れていって、そして本気で稼ぎたいっていう風な方が私のファンとしてですね、私についてきてくれたんですよ。でそれが速稼塾の、まあ、基礎になったわけなんですけどね、まあ、そんな感じでね、私もね思えば
この人を幸せにするために自分は力量が足りてるだろうかって本気で考えてね、それから自分を育てるとかね、自分に集中投資することに精神を切り替えたんですよ。それが40の時だったんですよね。で3年間で1億円、さらに2年間経って一戸建てを買って引っ越し移住で今に至るわけですけども、隠居と言いながらもやっぱりね、細々とした発信なり、それから日々の学習なり、それから最近でしたらね、育児とか保育とか療育ってものですか、私も介護士を13年やってましたんで、療育に関しましては小さいお子さんをお預かりしてどのように関わっていくかにつきましては一通りの勉強をしていたんですが、ただ我が子を育てるとなるとね、また別の学習が必要だなと思ったんで、まあ、情報収集と、それからどんな時期にどんなことが起きるかっていうね、これは母子ともです。それから周りの環境にどう配慮すればいいかってこともね、私なりに生真面目にね学習してですね、それが今すごく役に立ってるんですよ。しかも YouTube なり Facebook で大和君との暮らしをどんどんアップロードすることによってね、多くの方からアドバイスをいただいて、子育て経験のある方とか孫まで育てたっていう方とかね、本当に皆さんに教えられて育てられて我が家は成り立ってるなと思ってます。はい、前置きがかなり長くなりましたけども、今回ね、水香さんが私のライブ放送で、まあ、最近この3ヶ月ね、ポイントとなってるある人物ですよね、彼に業を癒していろいろとお気持ちくださったんだと思います。これはね、あやさちゃんはじめ他の男性の視聴者さん、塾生さん、他の方も多分同じ思いだと思うんですけども、まあ、一言で言うとちんたらしてらんないよってことなんですよね、なんかね、40になっても50になってもノープランの男性がちょっと多いんじゃないかなって気がするんですよ。もちろん計画には変更がありますから、計画を立てればいいと思うんじゃないですけども、ただどうなるかわからないからといって計画そのものを立てないでいいっていうことにはならないと思うんですよ。で、この前私が簡単に資金計画のことをお話ししました。70から10年間80歳まで生きるとして、その10年間は全くどっかに出勤せずに、アルバイトにも入らずにやるとして、貯金を切り崩すとしてどのくらい必要かっていうと、大体年間で200万使うと計算しても2000万いるんですよね。まさに老後2000万問題なんですけども、もちろんこれでは足りないと思いますけどもね、2000万を捻出するのに60代で500万、50代で500万、40代で500万、30代で500万っていう風に貯金してやっとできるのが2000万ですからね。だから30代を終えて40歳になった時に貯金が全くないとかね、逆に借金があるみたいな、そんな暮らしがどれだけね、それから先の人生にダメージを与えていくのか、そしてその人生に付き合わされる年の差恋愛を望む男性に言いたいんですけども、20歳の女性がどんなひどい人生に巻き込まれるのかってことを想像したらね、自分の恋愛感情や欲望だけで恋愛をしていいんだろうかとか、私は自分に対して今更ながらね深く思うんですよね。もちろんこれ誰かにぶつけていいことではないんで、お前もこう思えとかね、40代のくせに何そこまで、しょぼいことやってんだとは言いません。ただ私に指導を求める塾生には言います。年の瀬恋愛を成功させるためにはどうすればいいんだとかね、年の瀬結婚しちゃったんだけどもこれから大丈夫でしょうかっていうふうに来てくださる方には超スパルタで行くしかないですけども、ただ求めてない人に説教をするつもりはないんですよね、まあ、ですんでね、ライブ放送も、まあ、そこそこ辛くそこそこ甘くで言ってしまってるんですが、まあでもやっぱりね、トラックドライバーの方ね、自分に言われてることのように毎日刻んでノートを取って、その通りに、今ね私の発信した言葉一つずつと捉えて日々を送ってくださってるんですよ。もうね、トラックドライバー、年収350万、高卒、身長168センチ、42歳、このスペックで20代の女性がとりあえず交際を OK してくれたってことだけでも本当にありがたい奇跡のようなご縁だというふうに私も思いますし、その方も A さんも思っておられます。で、この B 子さんがね、非常に24歳って言ったらまだ20代で若いでしょっていうふうに一見言われそうだけども、この方はですね、私はもう感覚的には30なんですっていうね、これがね私の胸にもねすごくね、突き刺さりましたね。やっぱり女性はそのぐらいのスピード感じゃないと、20代22、3歳でね、まだ先があると思って恋愛したらとんでもない目に遭っちゃったりするわけですよ。なぜなら男性がノープランだからなんですよ。女性の年齢が進むことをね、何とも思ってないっていうか、あまりにも考えてないんですよね。だから私もね、綺麗な恋愛ばかりができなかったんで、そこはね、自分に向けても刻まないといけない言葉なんですけども、女性の時間は非常に貴重だと思うんですよ。だからこそ
告白一発時間かけてるよ、じゃあまあもう愛する資格はないかなと。そしてですね、私は今こう思ってるんですよ。私が奥さんに向けて言うことなんですけども、俺以外にお前のことを幸せにできるやつなんているわけないだろうと私の決め台詞なんですけどね、これはね。まあちょっとね、雰囲気できた時に言うんですけどね普段はね、俺とかお前って言葉は使わないんですが、ビシッと行く時もあるんですよでも本当に私はね、そういう風な男になろうと今でも思ってます。この私の奥さんがね、まあゆかちゃんって言うんですけども、ゆかちゃんはね、やっぱり17も離れてますから、まあ、ともすれば娘みたいな年齢で、そのゆかちゃんのお母さんが私の3つ上っていうねお母さんとの方がちょっとね気が合うんですよね、いろんなことで。まあでもね、まあそれは置いといて、私はね、そのぐらいもう俺がこの子を手放したらどんなひどい目に遭うかわからないですよ、世の中変な男ばっかりなんだから、ぐらいの気持ちで私は今ね過ごしてるんですよ。その代わりだから厳しいことも言います。で、彼女はたまにね、音を上げることがあるんですよ。それはですね、あまりにもスペックが高い男性と付き合うと、私はね、どこまでやればいいんでしょうかって、もうね、いっぱいいっぱいですって言うんですよ。そうだなと。それは私、自分のことを高く評価するつもりはないんですけども、でも、20代の女性から見て40代の男性って、そのぐらいたくましくないと恋愛対象には至らないし、尊敬に値しなければ恋愛しないってことなんですよね。だからね、やっぱり私は彼女の、まあ、人生をね預かってるわけですから、どこまでも見守っていきたいし、そして時にはねちょっと厳しくもしないといけない、父親のように導いてもいかないといけないと思いますし、でもやっぱり、まあ、旦那さんとしてね優しく愛情で受け止めていかないといけないし、だからなんですよ、私は格闘技をね始めて、5年前からボディビルを始めて、3年前に、私はねカンフーを始めて、今武術をやってるわけですよ。これ独学なんで結構大変なんですけども、今割とね体が動くようになって、まあ万が一の時には私はそのこの49の48級の体でね、彼女を暴力から守れるんじゃないかなと今思ってます。だからこのぐらい守る力っていうのは、まず腕力、知恵、まあ、近所の方と仲良くする人脈、それから資金、お金、いろんな守るべきものを持っていないと、ただ恋愛感情だけではとっても守りきれないですよね。いや、まだまだ言いたいことあるんで、ここまで相当長くなっちゃってすいません。もうこれね、水川さんとズーム対談、もしくは綾沙ちゃんを込みで、なんかね、なんでしょうね、もうしっかりしろ男みたいなね、そんな座談会したら、喧談をしたら面白いんじゃないかなと思いますね。ちょっと一旦ここまでにさせてください。水川さんの動画本当に、ありがとうございます。貴重な動画になりまして、バイブルのようになると思います。そして、このタイミングでよくぞね、出してくださいました。非常に感激でした。ちょっとさっきまでね、大和くんとずっと過ごしていましたんで、その間にね動画の方は拝聴していたんですけども、返信を出すのがねここまで遅れてしまいました。まあでもね、本当にね、水川さんにああいう動画をいただいて、私も過訪問です本当に。綾沙ちゃんにもいろいろとね、アクションを起こしていただいたりとか、他の方も、コメントをいただいたりとか、いや本気でね、やっぱり女性の人生をもっともっと大事にしないとって思うんですよ。今女性の半数が、2分の1が50歳以上だったですかね、そういった現状もあるし、やっぱりその男性が40になっても50になっても結局恋愛対象が20代ってことは、いかに時間が大切なことかって、この反対側だよね、男性は意識しないといけないなと思いまして、あえてこれを一般公開動画で送らせていただきます。はい、じゃあ動画につきましてはね、水川さんが作ってくださった動画につきましては、速稼塾限定で明日の朝の配信で、出させていただきますけども、そうなるとね、肝心なあの方は熟成ではないんで届かないってことになっちゃうんですよ。ただ明日のライブ放送でもし希望するならば、私にメールアドレスいただければあなたにもお分けしますよっていうことをね、当事者の方にお話ししようかと思います。でも水川さん、これからもどんどんね厳しいそのご指摘をいただければ、私もさらにね自分の身を固めていこうと思います。私は毎日ね奥さんに告白してるつもりです。まあ、さっきもね愛してるよと言って手を握ったんですよ。
これ恥ずかしげもなくやる、恥ずかしくないんで全然ね、本当に毎日毎日いてくれることに感謝ですし、一日一日ね、かすかにわずかにだけども年を重ねてるんだなと、ありがとうね俺のためにって思う気持ちなんですよ。この俺のために一日一日を、その時間を捧げてくれて、貴重な若い時間を過ごしてくれてありがとうねって気持ちですね。いや、この感情はね、彼女と出会うまではありませんでした。だから本当に女性はいろんなことを教えてくれて、まさに男性をね、励まし、そして育てて育んでくれるなと思います。私もね、本当にね、40になりたての自分がいたらね、もう鉄拳を食らわしてね、少年を叩き上げてやりたいぐらいですね。これからもメッセージいただければ幸いでございます。ありがとうございました。